沢記念病院は、岐阜県美濃加茂市にある民間の総合病院である。社会医療法人厚生会が運営する。早くから、がん治療に取り組んでおり、岐阜県で最初に PET を導入している。がん治療の評価が高く、地域がん診療連携拠点病院である。中濃地域の中核病院として機能している。1913年4月に開設された診療所である開成院に始まり、岐阜県を中心とした東海地方の地域医療に貢献している。地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、地域災害医療センターなどに指定され、2次、救急病院として、当該地域の救急患者の8割を受け入れているなど、救急指定病院としての体制も整備している。また、辞める人の立場に立った医療、地域から求められる新しい医療サービスの提供を理念として、ダヴィンチサージカルシステム、トモセラピー、PET-CT、320列 CT などの最新の医療機器をいち早く導入するとともに、少数精鋭で地域医療の発展、向上に努めている。2001年に自動車事故対策機構より中部療護センターの運営を委託され、2008年10月には全国で3番目に社会医療法人に認可された。また、木沢記念病院を運営する社会医療法人厚生会は2010年4月より指定管理者制度により多治見市民病院の運営や予防医学の普及を目指しメディカルフィットネスクラブの運営も行っている。関連法人にのぞみの丘ホスピタルや社会福祉法人慈恵会、あじさい看護福祉専門学校などを有している。など、ありがとうございます。